24時間365日高速道路の安全を守って皆様にベストウェイを届けるため、私たちはこれからも全力で走り続けます。ある休日、家族でドライブに出かける高田さん一家、今日も楽しい一日が始まります。その快適な運転を陰で支えるのが私たちネクスコ東日本です。安心、安全、快適な高速道路の走行環境を守るため、日常的に点検、清掃、補修などの維持管理作業に努めています。安全を守る道路管制センターでは、24時間365日道路や気象状況、トンネル設備などの監視、情報収集を行い、異常事態が起きた場合迅速に対応できる体制を整えています。また交通管理隊が定期的に高速道路を巡回し、交通や気象、落下物など道路状況の情報収集を行い、安全に目を光らせています。気象条件が厳しい東日本、雪で通行止めにならないよう24時間体制で除雪と凍結防止剤の散布を行い、万全を期しています。さらに東日本大震災では、東北道や常磐道で路面のクラッシュや段差などが生じました。そこで震災直後から復旧に邁進し、緊急点検や仮復旧を実施、13日後にはほぼ全線の通行止めを解除しました。今では完全に元通りになった常磐道、高田さんの車が向かったのはドライブの定番になったサービスエリア。それぞれが個性的で魅力的なサービスでおもてなしをしています。名産品が並ぶコーナーや、地元でしか味わえないおすすめ料理をいただけます。ここでの一押しは、茨城特産の豚肉を16枚も乗せたトンドン筑波山。人気スポット筑波山をイメージしたメニューで大人気です。楽しく過ごした後は北へドライブ。着いたのは北茨城インターチェンジ。常磐道を降り六角堂へ向かいます。映画天心の舞台になり、ネクスコ東日本も応援しています。近代美術の父、岡倉天心が生涯愛した六角堂。天心が愛した海も満喫でき、素敵な一日になったようです。皆さんも高速道路で快適なドライブを。